どうもこんにちは、今回はですねワークマンのフレームテック、今のところね4つのフレームテックの製品を持ってるんですがちょっとね並べてみました、こちらからですねワークマンの、モンスターパーカーでこちらが、リトルモンスターパーカーでモンスターパンツでこっちがねちょっと薄手なんですけど、名前を忘れたなんとかパンツ、これがね一番僕としては気に入ってるんですけども、なぜかねすぐ発売をやめてしまったというか売り切れたのかなという製品です。これをね再販してほしいんですけどね。でこの4つの製品にはですね共通点がありまして、それはフレームテックというものです。一応ですね説明を読んでみますと耐熱性のある樹脂の被膜を作ることで生地の溶解を遅らせ火の粉などの飛び火による穴開きがしにくくなる特性を持った素材になりますと。まあ、一応ですね防炎じゃないのでライターやマッチなどで直接炙ることは絶対におやめくださいというふうに書いてあります。で、一番最初にですね買ったフレームテックがこれだったのかな。これが一番最初に買ったやつだったんですけども、やっぱりねフレームテックってものの性能をあんまり信用してないというか本当なのかなみたいなところがあったんで、このズボンでですね一度ですね火花を飛ばす実験をしました。まあ、実際にですねこのズボンの上でファイヤースターターの火の粉をガンガン飛ばしてですね、本当に溶けないのかどうかっていうような実験をしました。まあ、その結果ね全く溶けなかったんであこれ本物だなというのが分かったんですけども、まずねこれがフレームテックでしょ。で次に買ったのが、これでした。でこれの性能がすごく良くてめちゃめちゃ暖かいんですよ。これモンスターパーカーね着たことある人だったら分かると思うんですがとにかく暖かい。なのでこのリトルモンスターパーカーが出た時はですねもう丈が短いバージョンなんですが、まあ、とりあえず買ってみようということで買いました。で確かその後に買ったのがこのモンスターパンツでちょっと汚れちゃってますけども、このモンスターパンツもねめちゃめちゃあったかいんですよ。あったかいし、フレームテックということなんで、結構重宝してたんですけども先日ですねキャンプではないけども、まあ、焚き火をしててですね、ついにですねちょっとねやらかしました。でどういうことをやらかしたかっていうと、焚き火にね近いところにいたもんでその焚き火の火が当たっちゃって、ついにですね溶けました。まあ、先ほども言ったようにですね火花を飛ばすっていう実験はもう過去にやったんですよ。まあ、もしかしたらねそういったことをやってるチャンネルこのチャンネルだけだったかもしれないんですが、まあ、そういうことをやってですね性能を確かめて、問題ないというのが分かったんですけどもその後、まあ、どれぐらいですねこの4つの品を愛用してたかっていうのはですね動画の中ではなかなか伝えられなかったので、実際にその後着てるのかなと、疑問に思ってる方ももしかしたらいるのかな。でもね最近の動画ではね基本的にこれ履いてるんですよ。で上はだいたいこれなんでこれセットでだいたい使ってたんですよね。寒くなる前はこれでした。でこれはねめちゃめちゃ履き心地もいいんですよ。なんかゆったりしてるし、ポケットもいっぱいあるしっていうんでね本当はこれのあったかいバージョンとか出してほしいんですけど、まあ、出ないので、まあ、しょうがないかなと思いつつこれを履いてました。でこれはこれでですね、ズボンの横にですねポケットがあるんですがそのポケットがねめちゃめちゃ使い勝手がいいんですよ。ちょっとシルエット的にはねなんかこう敬遠されがちかなと思うんですけども、まあ、スマホ入れるのはもちろんなんですがスマホと一緒にですねモバイルバッテリーとかを入れてても、まあ、あんまりですね重くて動きづらいということもないですし、本当にね容量が素晴らしいんですよね。なので、このモンスターパンツっていうのはね、重宝してたんですけども、ついにこのモンスターパンツをやっちゃったという感じです。まあ、とりあえずですね見てもらうのが早いと思うので見ていただきましょう。こんな感じです。わかるかな。後ろはね全然大丈夫なんですけどもここやってるのわかりますかね。見えるかな。あ、見えますね。こう入ってるのでまあこう動いたんでしょうね。動いてやっちゃったんですがですよ、これ焚き火が当たってます。で焚き火が当たってるんですがそれにしちゃあねそこまでねがっつりとしたダメージではないんですよね。まあ確かにがっつりと言えばそうかもしれないんですけどもこれがですねもし普通のポリエステルみたいな服とかだったりすると絶対こんなもんじゃ済まないんですよね。
多分この辺とか全部穴が開いてると思います。にもかかわらずですよ、ここが一番ねダメージが大きいかなって感じなんですけど、それでもねこんなもんで済んでるんですよね。まあ、過去にね僕はですねポリエステルの服ズボンですね、それを履いてて火花が飛んでですね一瞬でこうバーって溶けちゃったことがあるんですよ。その時はもう広がりすぎちゃってて、ほんと一瞬だったんですけど、もうすぐ広がってしまって、もうそのズボンはねもう二度と履けないような状態になっちゃいましたけども、そういう経験がある方からするとですね、この穴の開き具合そして溶け具合だいぶすごいのがわかるんじゃないかなと思います。このフレームテックっていうものがだいぶね優れてるのがわかるんじゃないかなと思うんですよね。この辺はね、色が変わって、ちょっと溶け始めぐらいな感じですかね。でこっちに行くとさすがにここはね大きな穴、まあ、大きな穴といってもそんなこともないですよね。これぐらいですからね。まあ、今回の動画でね何が言いたいかというと、フレームテックはね本当にね素晴らしいもんだと思います。まあね、もしこれじゃなかった場合、普通のポリエステルとかだった場合は、ちょっとね恐ろしいなという感じがします。で、あと焚き火をするときですよね。焚き火をするときはやっぱりその、まあ、このフレームテックもそうですけど、綿の衣料にするとか、なんかこう燃えにくいものをね、着たり履いたりするっていうのがやっぱりいいのかなという感じがします。でワークマンがですねこのフレームテックの製品っていうのをねそこまでまだ数を出してないと思います、種類で言えば。で特にですね子供用の衣料品っていうと、フレームテックのものって見たことない気がするんですよね。どうだろう、面はあった気がするんですけどフレームテックって見たことない気がするので、子供こそですねこういったフレームテックのものとかで、焚き火をしてもですねすぐ、火が燃え広がりにくいような素材っていうのがねもしあったら嬉しいなと僕は思います。でちなみにですねこのズボン、このズボンはフレームテックのものを一番最初に買ったものなので、どっかにね火の粉飛ばしたんですよ。この辺だったかな、多分この辺に飛ばしたんだと思うんですけど、まあ全然普通ですよね。確かね一番最初やった時はちょっとここが色が白っぽくなっちゃったような気がするんですけど、ずっと履いてれば全然普通に戻りましたね。多分表面が滑らかになったのか何なのか分かんないですけど、うん、まあ、さっきはねズボンでしたけども、こういったモンスターパーカーもですね、素材は同じフレームテックです。なので焚き火の火の粉が飛んでも大丈夫だし、まあ、そもそもねこのモンスターパーカー自体があったかいしっていうことで、冬場にはねすごく、うん、重宝しててもう2年連続ぐらいでずっとこれ着てますね。で今のところはまあ汚れたりはするんですよ、こういった袖口とかね汚れたりはするんだけど、うん、こっちもですね袖口汚れてはいますけども、まあ全然ビクともしてないですよね。絶対火の粉とかは飛んでるんですが、うん、全く問題ないです。なのでねワークマンさんにはできればこのフレームテックのね製品をもっと増やしてほしいんですよね。そのキャンプ系に行くんであれば、うん、やっぱりこのフレームテックはすごく有効だと思います。さあそういうことでですね、今回はですねこのフレームテックの4種類、今までですねフレームテックすごくいいよと、キャンプとかですね焚き火をするときに、生地も溶けにくいし、すごくいいですよっていう話をしてきたんですけども、じゃあ実際にですねキャンプ場で、キャンプをしたりとか焚き火をしたりっていうのを何回もした後に、じゃあどうなったのかっていうのはですね今まで動画にしてきませんでした。まあ、この物がね悪いとかじゃなくて、なかなかその変化がないので、それぐらい強かったんで、動画にできなかったんですけども、まあ、ちょうどですね、僕の完全な不注意なんですけども、不注意で、このねモンスターパンツが、溶けました。焚き火が当たってですね、で溶けてしまったので、まあ、ちょうどねいい機会だなと思ってこの動画を作っております。まあ、溶けはしたんですけども、普通のですねポリエステルとか、溶けやすい製品に比べるともう天と地ほどの、ね、差があると思いますので、まあ、このフレームテックねやっぱりいいよということでこの動画を締めたいなと思います。またですねワークマン行かれることが、皆さんありましたら、このフレームテックという商品をですね、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。
それでは